ついに届きました。もうね、何年も前から欲しかったガパボーニのエスプレッソマシンなんですけれども、ピースフルクイジーンのリョウヤさんの動画、僕もね大好きで見てて、まあ、去年もねコラボもさせていただきまして、ありがとうございました。でね、そのリョウヤさんがずっと使っててね、欲しかったんですよ。ずっと届きましたので、ちょっと開封していきます。おー、かっこよすぎる。はい、こんな感じで届きました。開けていきたいと思います。ご覧ください。いやー、ずっと欲しかったんだよな。ちょっと開け方間違えたかな、これは。おー、うーわ、かっこいい。これ本当にちょ、ご覧ください、これめちゃめちゃかっこいい。でね、中に入ってるのが、あ、これはですね、これの、あ、これシングル用とダブル用ですね。これは豆の計量スプーンかな。あとハンドルと、はい、とこれは、あ、これはですね、このやつ、まあ、エスプレッソマシンなんですけど、もちろんね機械で入れるエスプレッソマシンは今までも使ったりしてたんですけど、これはね手動なんですよ。わあ、めちゃめちゃかっこいいな。まあ、どういうことかっていうと、まあ、ここは普通にお湯入れてエスプレッソの豆入れて、で通常通りこうセットして、で普通はここでね、あのボタンピッてやって機械の圧力でエスプレッソってね圧をかけて抽出するんですけど、これね手動なんですよ。まあ、自分の力で一杯ずつこう抽出するっていうタイプのね、本当は手動式のもので、これがねもうめちゃめちゃ欲しくてね、他にもね実はコーヒーマシン導入しておりまして、ちょっと後でお見せいたします。でここがあのお店のコーヒー場所っていうかね、コーヒー大体この辺でドリンク類は入れるんですよね。この辺はねイタリアビールですね。まあそれはどうでもいいか。でこのねマシンをお借りしてコーヒー提供していたんですけれども、豆がね、そうするとこの会社の豆しか使えないので、僕もあのこういうあの自分のオリジナルコーヒーブレンドをね作ってもらって、こういった豆もあるんですけど使えないんですよね。なのでこのお借りしていた機材はお返しして、でこれに代わるね機材を今回購入いたしました。ちょっとそれお見せいたしますね。デロンギのグラインダーですね。グラインダーとあとはこの全自動のコーヒーマシン。なんでね今日はねこの機材のね今日はこの入れ替え、まあ、設置までしていこうかなと思います。こんな感じでねコーヒーの場所があるんですけど、ここね、ここがね今ね、まあ、ちょっと棚になってるんですよね。グラスあったりとか、後付け後付けでね、なんかだんだん継ぎ足してった感じなのでごちゃごちゃして見えるんですよね。なので今日ここに、DIY で棚を作っていこうと思います。ということでね入れたんですけど、うん、
今日いろいろセッティングして7、8杯入れたんですよね。7、8杯入れてみて、なんかね、最初スカスカした感じがあったんですけど、多分タンピングの多分力加減とかが弱かったのかな。難しいですね。めちゃめちゃ面白いですけど、まあでも美味しいな、やっぱり。ちょっとね、メニュー化するのはもうしばらく先になると思いますけれども、少々お待ちくださいませ。じゃああとはですね、棚をね、作っていこうと思います。もうね、12時前にはお店着いていろいろやってたんですけど、もう3時になっちゃったんで、まあ、とりあえず棚作ります。今日はね、ワンバイフォーですね。ワンバイフォーで作ります。で、今回はこれをね、使ってみようと思います。まあ、武蔵、お店の近くに武蔵あるんですけど、武蔵にウォルナットの、まあ、ワックス、ちょっと新しいのがあったのでこれ使ってみます。ワックスはね、いいですよ。乾くの早いしね。で、今日はすごいシンプルな、今日棚作るんで、もう組んじゃって塗っていこうと思います。長さを測ってカットして、止めていくかな。ですけれども、まあ、ここは基本的にね、従業員しか使わないんで、まあ家干しとしましょう。壁際にペタッとくっつけるだけなので、じゃああとはこれにこのワックスを塗ってもう完成にしちゃいます。もう疲れちゃった。結構緩いんだ、このワックス。まあ、とりあえずもう作ったので、あそこですね、棚をとりあえずね、外しちゃおうと思います。手がこんなになってしまいました。完成いたしました。まあ、ここが設置したコーヒーで、ここにね、先ほど作った棚を設置したので、ひとまずいいかな、これで。まあ、あとね、ちょっと細かいところいろいろやりたいんですけど、もう今日一日終わっちゃうんで、今日はこんなところで。いやー、かっこいいなー、しかし。1時間ぐらい見てられるわ。コーヒーの設置と、棚の DIY でございました。まあ、これ本当超適当に作ったんで、この作り方は参考にしないようにお願いいたします。ということで、また次回も何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ジョジョイ。最後にこのかっこいいのでお別れしましょう。うーわ、めっちゃくちゃかっこいい。